分かんなかったですよ、茨城にこういう場所があるって。え、初めて。こんな、なんかすごい綺麗だなって。そうそう、近所にそっちスーパー竹内って店があるんだけど、そこは学ぶの地。近いんですか？超近い。すごい。で、向こう側に俺ん家の実家があるめっちゃ近い。そうそう、めっちゃさ、だから実家のさ、こんな近場にさ、こういう場所できたのが。すごい。宇治のメロン何焼いてんだよ初めて見ます。なんでメロン焼いてんだよ。いいべよ、これうまいんだよ。ありがとうございます。クエコ。すごい態度悪いな。なんだクエコ、やっぱ食いたくないよねすぐ俺に流してきたすごい。学ぶ食わねえの？うん。なんでだよ、食えよ。いいんですか？試してみて。いただきます。どんな味やろ。いただきます。うまい。うん、でもどうだ、あのそもそものメロンがうめえから。うん、美味しい。何やっても大丈夫めっちゃメロン作ったことあるでしょ、カレー。俺ないな。ない。私もないですね。ないの、うん、すごい。ピーラー、これ使ったことある？あります。ある、はい、じゃあ、でもあれしょ、調理実習とかでしょ。あ、そうです、そうです。あ、じゃあ、この授業でね。じゃあ、じゃがいもの皮をこれでちょっと剥いてください。お、どうしようかな。あ、じゃがいもうまいじゃん。本当ですか？ちょっと残ってますけど、まあ。料理できないキャラとかダメよ、本当。なんかわざとあざといよ。あざとい。できないんです、やったことないんです、うん、確かに綺麗に皮むいてるわ、ね。うん、やったー。できるでしょ。キャラで言ってたな、料理できませんって。皮だから、これ捨てるやつね、こっち。じゃあこれ、そんなもんで、うん、で、はい、今度炒めます、はい、これを。で、どこでメロン投入するの？最後だから。え、最後の仕上げ。あ、隠し味でもうメロン入れるとかじゃないの？うん、炒めるのとかできるでしょ。できます。でしょ。ついた。オッケー、じゃあ炒めといてね。はい、お願いね。炒めときます。はい、え、お願いしちゃっていいの？あ、任せてください。お願いします。あれ、スイカ割りやろうとしてるよ。よくねえな、ホコタでスイカ割りはダメだぞ。ダメ、ダメ。え、県外の人っすかホコタで、スイカ割りって禁止されてるんですよ。そうなんですよ、条例違反なんで。はい、そう、ホコタの人はメロン割りっつのやつです。そうなんですよ。よいしょ、これスイカ溶かすんで、うん、ちょ、メロン割りやりましょうよ。メロン割りにしようこっちか。ここでいいか、うん、ここだ、ここ、ここだ、ここ。いや、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いい、いい、ここにあっから、うん、ここ、はい、よし、いけ、そのまま、いけ、いけ。あーあー、うん、あの、メロンは割れねえよ、うん、見てみ、ほら、うん、ほら、あ、本当だ、割れてない、うん、全然割れてないよね。無傷。このメロンあげっから、はい、みんなで食べてください。たくみんちのメロンなんで。そう、重たいでしょ、うん、何やってるんですか？あ、ごめん、あ、ごめん、私はずっと炒めてましたよ。ずっと炒めてた、はい、ごめん、ごめんはい、できました。できました。おいしそう。で、結局メロンカレーでしょ。メロンカレーよ、うん、メロンカレー。これはね、福神漬けみてえに、そうそうそう、プレートに乗せて食べると。そうなの。え、新しい。こんな感じ。え、どうなんだろう、ね、いただきます。いただきます。うん、まっ。うん、あ、うまっ、うまっ、うん、うまっ。あ、これいいぞ、めっちゃうまい、うん、あ、うまいわ。めちゃめちゃ合うね。え、めっちゃ合いますね。うん、すごい。なんか最初に食べた焼きメロンとちょっと違う感じで、またメロンの味も美味しい。またこういうね、茨城の海の音を聞きながらこう、うん、ね、うん、いいよね。で、こっからデザートが待ってるから、うん、お、何？パカットメロン。パカットメロン、何ですか？知らないの？パカットメロン、うん、知らないです。せっかくだからさ、うん、いっぱいトッピングあるから、うん、誰のが一番可愛いか。おお、可愛さですか。可愛さ、素敵さ。素敵さ。なるほど、うん、見た目勝負ね。見た目勝負やろ。はいはいはい、わかりました、はいはい、やろうよ。じゃあ1個目作りたいやつ、使いたいやつ、いいですね、うん、ドラフトでやっていく。指さそう。わかりました、はい、決まった。はい、俺決まりました。はい、はい、私も決まりました、はい、せーの。あー、うわー、マジかぶったな。え、やばい。じゃあじゃんけんにすっか。じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけん、はい。ありがとうございます。うわ負けた。ありがとうございます。うわ、グランバで。はい、どうぞ。ありがとうございます。生ハム。お、生ハムいく。生ハムいきます。はい。でも見た目だかんな。全員できた。全員できた。はい、完成。おはい。これ何？こちら。お、いいじゃん、かわいい。インスタ映え女子の大好きな感じで
作りました。可愛くないですか。ど真ん中のやつ来たな。ど真ん中だな。あの女子ってやっぱナッツとかこういうものが好きだから、うん、中にそれを敷き詰めてフルーツソースをかけてっていう、中までちゃんと鍋みたいにしてんだ。そうなんですよ。すごいね。ちゃんと上から、うん、あのあれで上からじゃ分かんないけど垂れてったら下に隠されてるみたいなね。はい、おいいじゃんいいじゃん。そうなんですよ。やっぱすごい。え？な、何それ？どうなん？え？何が乗ってるんですか？生ハムメロンはよくあるじゃない。うん、あるよ。でこの生ハムの形を生かしてね、ちょっと包丁で切って、うん、ハートを作ったの。ハート作ったの？どこがですか？ああ上若干切れてんね。本当だ。そう、うん、でこうメロンの上乗せたんだけど、うん、生ハムって薄いから、うん、ちょっとこう下のメロンの色的に映えなかったから、うん、チョコソース塗ってから、うん、あのつけたら、うん、あのうまくハートが出るんじゃないかと思ったら、なるほど、ちょっとお好み焼きみたいになってたよな、はい、焼く前だな。焼く前店員さんが持ってくるやつ持ってくるやつあでも買ったなこれ俺。買った結局、うん、怖いっすよ。なにこれ。メロンライダーえ、すごい見えるどういう隠しもらうメロンライダーメロンライダーちょっと君たちの説明長いから溶けちゃったけどアイスがね、メロンライダー発想が小学生すごい、うんうん、じゃあ、自分以外の2つ指さそっか。なるほど。それで一番多い人勝ち。わかりました。はい、せーの。あおお、ということでまさかのメロンライダーの勝利。メロンライダー勝った。すごい。いやいや、マナブ大森ちゃん勝たしてやるよ。何をめ俺のやつ指さしてんだよ。シンプルすぎる。いやいや、これでいいんだよ。10年前のインスタグラム。いや、そんなことない。どこ厳しいんだよ。いただきます。うまそう。おいしそう、うん、はい、間違いありません。うん、そりゃそうだわ。うん、うまい、ね、もうメロンパフェだもん。いやそうだよね、絶対うまいって、うん、じゃあチャーシュー麺いただきましょう、はい、これ怖いよ。ただまあメロンと生ハムは合うし、うん、下もちょっと色を見た目悪いけどチョコだから。初めて食べる感じ、うんうん、今まで食べたことない味がしました、うん、一応じゃあそのそね、そうそうそう、分かった分かった分かった、うん、生ハムメロンは合うに決まってんだ。合うんだよね、うんうん、これチョコが余計だったな。チョコだな、でもいいですね。変なの発見しやすい、うん、発見やっぱやってみないと、ね、新発見だね、うんうん、結局大森ちゃんのねこれが良かったんだよ、うん、シンプルイズベスト、うんうん、大人の時間だね。だいぶ暗くなったしね、うん、ですね、もうなんだ意味深に。こちらあら、これは何ですか。ウイスキー。あら、ウイスキーをパカッとメロンに注いで飲む、うん、あ、大人の時間ってそういうことか。そうですよ、すごい。最高でしょ。贅沢贅沢贅沢だな、うん、ちょっとやってみましょうか。入れてくれんの。まだ入れるよ。うわぁ入っちゃった。入ったよ。すごいでしょ。すげえ。でこれこうメロンを混ぜるんだよ、今度ほじくって。どうして。んそのウイスキーだけだと濃いから、うん、ちょっとこうメロンのね、メロン割りか。そう、メロンの果肉割り。そういうことそういうこと、果肉にウイスキーを染み込ませんだよ。はい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 。でその果肉食べたり。いいね。これ海賊とか山賊の食べ方じゃねえか。の敵から奪ったメロンとウイスキーでこれで祝杯あげてるやつだっていう。あでもいい感じになってきたよね。うん、じゃーん。おあなんか作ったね、はい、うん、ここでうメロンソーダを。メロンソーダ、じゃん。うわすごい。クリームソーダを。うわすごい、メロン尽くしじゃん。そうなんですよ。贅沢なクリームソーダ。メロンにちっちゃいメロン入って、はい、メロンソーダ入れたんだ。そうなんですよ。ちゃんとアイスも入れ て, て、ね、うん、うん、乾杯乾杯。あいいね、いいですね。これぞメロンキャンプだ。あいいですね。本当メロン尽くしのキャンプだったね。ああ本当そうだね。ホコタで本当に思うわ。いいですね、うんうん、すごいメロンが初めてこんなにいっぱい何にも合うんだっていう。ね、そうだね。メロンカレーとかも本当に初めて食べて、うんうんうん、あんなに合うと思わなくて、うん、最初本当に大丈夫ですか、うんうんうん、って思ったんですけど、うんうん、めちゃめちゃ美味しくて、うん、なんかこれからも普通にお家とかでもメロンカレー作りたいなって。あいいね、うん、そうだね、お家でもできるもんね、うん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 、お家でも。いや、嬉しい。やっぱ
スポーツセンターはいいよね、やっぱり、ね、いいよ、スポーツセンターの話は。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、ど地元ですよ、ど地元。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、お願いします。はい、じゃあざくっと説明してもいいですか。はい、はい、一応読んでいただいたと思うので、流れとしてはそういう感じなんですけど、設定としては A の、はい、ちょうどグッと隠れちゃうぐらい。はい。テーブルを用意してるんですけど、はい、まあオープニングはそんな、それと別のやつ多分使ったとしても30秒とか1分以内とかのノリだと思う。玉ねぎも通してもらってますか。玉ねぎは半分に切る。玉ねぎのどこだかとかは言ってないし、トン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 トでも本当地元でおもてなしって感じですもんね。食うの忘れがちだから結構食うの食っててもいいから、うん、茨城にこういう場所もある。初めてすごい綺麗だな。そうそう、近所にそっちスーパー竹内って店なんだけど、そこは学ぶの地って。近いですか。そう、超近い。すごい。で、向こう側に俺ん家の実家があるの。めっちゃ近い。そうそう、めっちゃさ、だから実家のさ、こんな近場にさ、こういういい場所できたのが、いや嬉しいなと思って。あと、まなぶんが今焼いてんのは、宇治のメロンで。そうそう。宇治のメロン何焼いてんだよ。なんでメロン焼いてんの。いいべよ。これうまいんだよ。あだよな、なんかかぼちゃとかみてえにこう、薄く切ればさ、すぐ焼けんのにさ、何度目半分で焼いてんだよ。これな。タバコの中でマルチ敷いたんじゃないか。ちょこちょこ。白で色よ。これね、かけとけばいい。ニンニクの皮むいといて。これできるし。でも皮むいて。下手なんだ。わかんねえな。例えばじゃあ茨城のおすすめは何ですかって言われたら、なんて答えるの。でもテント欲しい。なんかかっこよくない。テントのデザインとか今キャンプブームだから、テントは欲しいんだけど、家で寝たい。家で寝たい。家で寝たい。マナブ一回もテント立てて、そこで寝袋とかで寝たことない。ないの。でもやっぱり小学生の頃とか憧れてた。まあそうだよね、うん、スプーンでね。でもね、マナブ切り方にはポイントあるんだよな。はいはい、そうそうそう、ちゃんと言った方がいい。切り方は、うん、上から入れて、うん、こう下に落とす。そういうことなんだ。今ちゃんと学ばこう縦に切ったけど、うん、こう切っちゃう人もいるよねっていう。ああ、なるほどなるほど。確かに、うんうんうん、でもこうだとね、メロンのね、糖分高いとこ、糖度ね、こう真ん中から下にかけてこう上からね、上からね、上から下にかけて、あの糖度が高くなってくる。だからこう横にこうパカッとしちゃうと、こっち甘くて、こっち比べるとなんだろう、糖度が低くなっちゃうから、そう、バランスよくして切るならこういうの縦切りがいいっていうパスを学ぶにしたんだけど、無難でいいですね。だよね。フルーツで埋めるんだ。うん。飲んでいくんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。せーの、おお、ということで、まさかのちょっと生ハムだね。え、そのメロンシロップ的なもの入れて終わるのか。聞いたことはないよ。聞いたことない。うん。それって本物のメロンで割ってるわけじゃん。そうだよ。どうなんだろう、うん、味。想像がつかないっていうか。美味しいわ。大人の味。うわ、これは合うわ。うん。うわ、いいぞ。贅沢。贅沢だ。あれだね、メロン尽くしだったね。メロン尽くし。合うのね。合う。キャンプにメロンはね、幸せがあるよ。うん。めちゃ幸せ高かったね。全然全然大丈夫です。以上で本編の撮影は。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
ございました。お疲れ様でした。またまたおはようございます。ありがとうございました。あ、うめうめうまい。ありがとうございます。では撮影お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。ちょっと心酔いですか。大丈夫ですか。そうなんですよね、ウイスキーちゃんと飲んだのでそうなんですよ、はい。じゃちょっと陽気な形でお願いします。はい、わかりました、はい、お願いします。はい、はい、まずは感想いかがでしたでしょうか、うん。でも鉾田市の中でもど地元だからね。うん、そうですね、本当に、うん、本当にちょっと行けばスーパー竹内学ぶの実家ありますし、うんうん、向こうの方角行けば僕ん家の実家ありますし、あとカズマん家もありますし、うん、カズマ言っても分かんねえべよ、はい、ね、俺の友達ね、はい、うん、まさにホームグラウンド中のホームグラウンド。ほんとそうですね、全てが受け入れてくれてる感じですか。そうですね、はい、そうです、やりやすかったです。でちょっと遡れば俺んちの親戚の家館ですか、ね、そうだね、うん、で遡って見に行くとうちの母ちゃんの方の父ちゃん母ちゃんのお墓があります、はい、母方の、母方の、ね、家族のお墓もあって、はい、マジで土地元なんで、はいはい、こういうところでね、芸人としてお仕事できたのは嬉しいです。いや、すげえいい子でした ね、 ね、あの、うん、カメラ回ってないとこでもね、うん、結構お話しさせてもらいましたけど、うんうん、なんか全部の発言笑ってくれる子でしたね気持ちよく、ね、そうです ね、 ですね、あの子の前で一回も今日滑ってねえんじゃない、うん、確かにね、うん、ちょっと気持ち悪い話とかしたんですよ、わざと、うん、笑うかなと。どんな話。いや、ほんと気持ち悪い話そのカメラ回ってないからできる。あ、そうかそうか、どんな話を。だ、犬のうんこくせえよね、どこ。なんだそれ犬ってなんかマーキングとかっつっていろんなとこにおしっこするよね、とか気持ち悪いでしょ。それでも笑ってた。笑ってた、うん、笑うしかなかったのか、うん、そうだよ困ってて、困ってる、笑うしかないっていう、うん、手段がそれしかなかったのか。でも本当にやりやすくて、あと今日のなんだろう、撮影形式っていうか、うん、その台本とかなくてびっくりしましたね、途中で気づきました、はい、なんか自由に本当に3人で、はい、キャンプでのメロンの楽しみ方を鉾田でここでやりましょうっていう感じだったので、言うたらフリースタイルなわけじゃないですか、ね、びっくりしたね、うん、俺と学ぶがもうボケとか思いつかなくて黙りかけた時にポッと喋ってくれるっていう、うん、いや、本当ね、そのナイスコンビネーションで、撮影形式はちょっとやっぱほんとびっくりして、うん、ほんとあの昨日の時点でこんなことしますよっていう資料が送られてきてて、うん、あ、こんなことしますよの資料だと思って今日来たんですけど、ほんとそれが台本でした、その、はい、言ったらね、はいはい、こんなことしますよで、そうそうそう、はい、どうぞだったんで、はい、俺らは概要だと思ったんだ、概要だと思ってたんですけど、そうそうそう、はい、でここ来て台本みたいなのあるかなと思ったら、そう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 、その概要が実は台本だった、台本だったって、はい、いやでも楽しかったです、楽しかったですよ、その分。こういう撮影もなんか珍しいなと思ったので、素に近い、はい、あの収録っていうかロケができたのかなって思いました ね、 ね、はい、だ絶対巻くと思ったんですよ、はい、うん、あの台本が きっちり決まってれば、うん、だやっぱりあの感じだと時間通りになりますねっていう感じでした、うんなんかクレーム多いな、クレームじゃないのよ、びっくりしただけ、何ここでクレーム言ってんの。そうそう、びっくりしました、やっぱり。いや、でもたっぷり遊べて楽しかったです、はい、ただ単に、はい、ずっと自由時間が続いてたっていう感じ、自由時間が過ごしたんで、はい、はい、ありがとうございます。うん、焼きメロンは正直どうかなと思ったんですよ、うん、ね、メロン焼くっていう発想がそもそもないんで、うんうん、冷やしてなんぼの食べ物じゃないですか。いや、そうだね、うん、でも焼いたことによって正直言って甘み増してましたね。そうだね、こうキュッとなるよね、甘みがね、うん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 、で、焼くことによってちょっとあったかくなるじゃないですか、うんうん、メロンが、うん、なんかその味が、うん、なんだろう、僕メロン農家で育ったんですけどね、うん、親がメロン農家なんで、そのハウスで、うん、ビニールハウスでメロン収穫してすぐ食べた時の感覚に近かったっつうか。それは褒めてんの？褒めてる。褒めてんだ、うん。だから農家さんしか味わえない食べ方なわけじゃないですか。あったかいメロン。あったかいメロン。うん。タグミンチあのメロン出荷するときさ、美味しい食べ方みたいなのお母さんがこうメモで入れるじゃない、箱に。入れてる。うんうん、あれ冷やして食べろって書いてあったから。そう、2時間冷やして食べましょう。うん、それと真逆の。真逆。
でも美味しかったです。甘み増してました。増してました、はいはい、美味しかったです。真夏さんいいことをおっしゃってましたね。先ほどマナブさんはあの焼きリンゴとか、はい、焼いて美味しい果物もある、はい、だからメロンもなんていう風なのもちょっと聞いた。いいコメントでしたよね。あれね、あれ台本じゃないんですよ。先ほども言いましたけど、はい、いや そんな胸張るほどのコメントでもねえと思うけどな。そうそうそう、うん、だいたい想像つくだろ。うん、まさにその通りじゃ、焼きリンゴみたいな感じ。そうですそうですそうです、あの甘みと風味が増してとっても美味しいです、うん、うまくまとまりました。うまくまとまりました、うまくまとまりました。よかったです、はい、だからそう考えた後メロンカレーも食べたじゃないですか。うん、うん、でメロン、カレーって言ったらやっぱさっきも焼きリンゴって言ってたけど、うんうん、リンゴのイメージあるじゃないですか、果物って言ったら、うんうん、そうね、うん、だったらメロンも合うんじゃねえかと思ったけど、そうそうそう、やっぱ合いましたね、うんうん、あとリンゴってすげえな。そう考えるとリンゴ、なんでリンゴの PR になってってるんだ。なんだお前、青森のやつが。あとですね、価格とメロンやっぱり安定の美味しい。あ、美味しいですね、あれやっぱ贅沢ですしね、うんうんうん、スイーツもありましたし、お酒も。そう、そううん、なんだパカットメロンでウイスキー入れたの初めてでしたね、うんうんうん、で、マナブが入れましょうって言ったので、うん、やったことあるのかなって言ったら、うん、初めてって言って初めてでした、うん、あれは、はい、あれだけじゃあ台本通りだったのか。置いてあったからね。でもセリフはないからね、あれね、うん、セリフはないから、セリフないからそれをやってしか決まってないから。いやでも本当に美味しかったです、うんうん、美味しかったっす。流行りそうですよね、うん、あれね、うんうん、メロン割りってすごく響き良くないですか。うん、うんうん、そう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 、うんうん、引きがあるっていうか、うん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 、ね。バーベキューをやります、はい、ただなんだろう、キャンプとバーベキューどうだ、どよくそういう施設、例えば建物の屋上とかでできるようなお手軽バーベキューみたいなのあるじゃないですか、うん、あれをキャンプというのであればキャンプやってますね。あれはお手軽バーベキューです、はい、キャンプじゃないです。あの今日の出演者3人ともキャンプやったことないっていう、はい、素人3人が、はい、そうっすよ、はい、でそんなキャンプのノウハウも知らないのにアドリブでずっとやってたんですよ。ずっとやってたんですよ。結構すごいですよこれ、はい、過去にあったキャンプのエピソードなんてお伺いしようと思ってたんですけど、はい、これがもう過去というか。そうですね、はい、キャンプエピソードはないですよだから、はい、いやちゃんとしたキャンプは なんていうんですか、だから小学生の時に体験学習で、うん、あのテント立てて、はい、寝袋で、はい、その中であの一泊するっていうのはあったけど、はい、あ大学生の時サークルでキャンプ一回行きました、うん、あ行った、ただエピソードがエロすぎて喋れないです。はい、大学生の時の話な、はいはい、大学生のキャンプなんてエロ抜きで話せない、話せないんで、はい、それが大学生だ、それが大学生です、はい、今あの芸人さんの間でもそうキャンプ動画があって、広志さんだったりね、バイキング西村さんだったり、うん、はい、ともすると今回のはなんでしょう、こうキャンプ動画の YouTuber デビューみたいな形で、そうなんですか。そうなんですよ、 YouTuber デビュー、キャンプで、はい、キャンプのもしかして結構再生回数とかどれぐらいいっちゃうと思いますか。どれぐらいかなりいっちゃうと思うので、その収益の分配の方を今からちゃんとあの CM のプランナーさんと代理店と喋りたいと思います、はい、だから先に、はい、なんだろう、はい、頭金みたいな感じで、はい、まあ、それがギャラとしてもらって、はい、で再生回数がどんどん伸びて、はい、あれっていうならそのギャラ返してそっちの再生回数の方でもらうっていう契約ができればなって今考えてます、はいはいはい、そうですね、うん、僕が個人的にやってる YouTube のチャンネルの、平均の再生回数が120とかなので、はい、少なすぎんな、はいで、はい、120は超えっぺ。そうですね、あれでしょ、みんな知らない YouTube やってるね。そうそう、マナブ Vlog やってるんですけど、うん、誰も知らない。雷マナブって検索してもヒットしねえ、はいはいはい、全然出てこない、うん、どうでしょうね、うん、10万回ぐらいいったらいいですね、はい、謙虚だな、謙虚なやつだな、はい、今1億とか言っとけよ、はい、10万で、うん、はい、マイムマイムの即興ダンスを、はい、ぜひ皆さんにですね、はい、教えてほしい。マイムマイムやばい、ちょっと待って、もうやばいですよ、全体的に考えが古いな。マイムマイムって言ったりキャンプファイヤーは踊りを踊ると思いますが。
あと内容エグいよ。でも今あれだよね、俺さすがに今のキャンプファイヤーはそれ見てさ、みんなで喋るとかでしょ、今落ち着いて火を眺めるとか、焚き火とかね、ブームなんでしょ。そう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 、踊るは多分昔の考えだと思いますよ。こうやって囲んでこうやって歩くやつでしょ、目の前に。マジですか、マイムマイム炭酸温度だな、はい、あーこれね、はい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 、懐かしいわ。20年ぶりぐらいだ、聞いたの。まあ皆さんも楽しんで、はい、本当はこんな感じで、ね、すごいね。わかりました、はい、これですね、はい、うん、本番よりも無茶ぶりだよね、うん、やばいですよ、本当にこれは一番の無茶ぶりじゃないですか、うん、ねえ、いいですか、はい、終わり。はい、はい、ほらまあ説明しなきゃ分かんないよな、はい、地元の踊り朝日三三音頭です、はい、そうなんですよ、この地元の人なら誰でも踊れる朝日三三音頭、運動会とかでみんな踊るやつ、ね、みんな踊るんですよ、はい、マイムマイムのミュージックで会うという妙、はい、そうですね滑り滑りですよ、あのね、マイムマイムじゃない、滑り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 です、2人揃って、はい、滑り散らかして、このキャンプ場の公式キャンプファイアダンスにしていただ、はい、あ、ぜひぜひ、朝日サンサン音頭、サンサン音頭ね、何十年も多分踊ってないんじゃない、みんな、だって今小学生とか中学生踊ってんの、もしかしたら踊ってないかもね、どうなんだろう、ね、朝日村から鉾田市になっちゃったんで、うんうん、サンサン音頭ないかもしれないよね、もしかしたら、ねえか、もしかしたら分かんないけど、やっててほしいな、ね、いや本当に一番最初に踊る踊りなんですよ、うん、そうなんですよ、そのね、ここの地元の人たちが、うん、そうそうそう、うん、うん、大体みんな行けるわけ、大体行けます、この年代は ね、うん、地元でさ、これ地元じゃん、うん、で地元でさ、サンサン音頭、うん、無茶ぶりでさ、急に踊ったじゃん、うん、で、誰一人、あってなんなかったじゃん、うん、今日本当に外の奴らが集まってる、そうそうそう、完全にそうよ、地元、なんで俺らアウェーみたいになってるそうそうそう、ホームでやってるのに誰一人分かんなかった、外のやつらばっかり、外の奴らが集まって機材持って寄ってたがってバカ扱いして滑り散らかして滑り散らかしてだからこれを機に朝日三三音頭っていうのがあるんで、皆さんね、知っていただければと思います、はいはい、ありがとうございます。はい、キャンプファッションのポイントを教えていただきます。あー、なるほど、そうっすね、あのズボンはちょっとこうカーゴパンツっぽい感じのポケットがついてるやつ、うん、でも僕といったらやっぱ半ズボンのイメージがあると思うんで、半ズボンでそういうカーゴパンツの形を選んだっていうのと、あとこの緑のチェックはやっぱりホコタのメロンをイメージして、緑、嘘つけ、本当、そうそう、本当に、なのでこのチェックのシャツ、緑のチェックを持ってきたっていうの、うん、はいはい、あとなんかこういうベストとかっぽいじゃないですか、なんかこう、うん、はい、こうアウトドアっぽい感じ、いや、しんねえけど、はい、キャンプのベストはポケット多いんだよ、なんででけえの1個なんでけえの1個、はい、いっぱいあんだよポケット、はい、うん、そうそうですね、で本番はしてなかったんですけど、あのこのロレックス、はい、あのやっぱこうメロンとか見せるシーン多いので、あんまロレックス映ると、うん、そのなんか良くないなって、そうそうそう、なんかね、小金持ちのキャンパーみたいに思われても嫌なんで、はい、インタビューでやっぱロレックス、うん、はい、だから今小金持ち感出てるわ、はい、でもあ、スニーカーはこれ ね、これ最近手に入れたあのコラボのナイキのコラボのやつなんですけど、うん、はい、これも抽選で当たって、でもこれはキャンプ向きではなくねえか、はい、まあまあまあ、そうですね、これシティだって、まあそうですね、なあ、だって、はい、汚さないように普段履いてるやつじゃん、うんうんうん、この土の上であんま履かねえ、そうだね、正直自慢したくて履いてきました、うん、はい、あとさ、はい、今日のカーゴパンツはみたいな、はいはい、ハーパンワード置いて、この紐気になるんだよ、これな、これはキャンプには不向きですね、なあ、焚き火しててお前燃えたらどうすんの、燃えたら危ないですよね、うん、本当にこれは危ないよ、はいはい、そうですね、はい、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、これはたくみくんへの無茶ぶりですね、はい、これは僕じゃないと思います、はい、マジで、ま、やん、はい、ラップするんすか、そうです、そうです、
メロンキャンプ。メロンキャンプ。うん、メロンキャンプ。R 視点がやるやつで。あともう一個いけます、お題。メロンとキャンプと。いけないよ。あともう一つお題もらえたら。ホコタ。じゃあメロンキャンプホコタでお願いします。はい。イエイエイエよ絶景ここはナイスなところ、ここはどこだ、つまりはホコタ、俺らの地元、メロンメロンになるような俺のラップで一発クロワス、甘いまるでホコタのメロン、ケドンゲロン、俺のベロ止まることなくやり続ける、燃え上がる俺のケツバチバチ、あちちの地まるでキャンプファイヤー、はいできねえな。いやその拍手恥ずかしいっすよ。最高ですねやっぱりな。あすごいよ本当に。いやイン踏んでねえじゃん一回も。うん、いやすごいっすよね。どそうっすね、100点ですよ本当に。いやもうゼロとかにしてくれ。100点です。全然ダメだなとか言えよ。100点です。下手だなとかすごいですよ。褒めんなよ、はい、一番嫌だよ。どこだホコタとかすごかったっすよ、ね、そこだけだっぺ、入り口だけだっぺよ。すごい考える時間あったから。そっから先頭回ってねえから変なことしか言ってねえよ、うん。PR のインタビュー以上です。どうもありがとうございます。ありがとうございました。